歯磨きをするときに舌に白いものを見たことがありますか？それは実は舌苔というんですね。原因は何でしょうか？そうですね、一番の原因はストレスです。覚えておいてください。舌を薄く覆った舌苔は誰の舌にも見られますね、はい、普通なんですね。そうです。しかし舌を厚く覆った舌苔は、はい、ちょっと深刻な人体での進行中の病気の印なんですよね。サインなんですね。そうなんですか？そうです。この場合は微生物で病気がすでに全体に広がっていて機能を妨げています。うーん、一方厚く覆われた舌苔は、はい、舌に見られない人もいますね。ああ、なるほど。もう一度覚えておきましょう。舌を薄く覆った舌苔は全く健康な普通の人の舌にあるんですね。はい、わかりました、はい、薄くて白い舌苔で覆われているのは普通なんですね。そうです。しかし厚い舌苔で覆われているのは病気のサインなんです。はい、それは慢性疾患か呼吸の関係なんですね。はい、さらに肺の炎症のサインかもしれませんね。はい、舌苔の色はあなたの微生物や病気の状態について若干の情報を与えてくれます。助かりますね。そうです、密度の高いびっしりとした舌苔で舌が覆われている場合のサインは腸内の食べ物の保持、言い換えると便秘なんですね。便秘。そうです。それでは指し示しましょう。黄色の舌苔がありますね、はい、これは消化器系に若干深刻な問題があるサインなんです。消化器系。そうなんです。色が集中して濃いほど重い病気のサインなんですね。なるほど、うん、そうですか、わかりました、はい、舌苔の密度が高いと深刻な病気のサインなんですね。そうなんです。さらに黄色の舌苔は消化器不良の食べ物の保持を腸のみならず胃にも持っていることを意味しているんですね。なるほど。大切なので言っておきますが、黄色の舌苔を5日以上保持している場合、肝疾患の兆候なんです。はい。灰色の舌苔は胃腸の慢性疾患のサインですよ。はい。いずれにしても自分で治そうとしてもあなたにとってはよくありませんね。懸命に専門家に向かいましょう。そうなんです。一連の検診を受けるとすぐに適切な処置を受けることができますよ。先生、ありがとうございました。はい、どういたしまして。噛むことはあなたの健康の源です。まずはお口の健康からですね。インプラントを諦めて悩んでいる方、歯並びを直したいけど煩わしさのため躊躇されている方、ぜひご相談ください。大口式で対応しております。大口博歯科クリニック。